ピーター・シュワルツは世界で最も有名な米国のフューチャリスト、イノベーター、ビジネス戦略家、著述家、ロングナウ協会の理事、セールスフォース・ドット・コムの上級副社長、本部をワシントン DC に置くアメリカが主州国の安全保障問題を専門に扱うシンクタンク新アメリカ安全保障センターの理事。研究を呼ぶシナリオはエネルギー、環境、テクノロジー、 テレレコミュニケーション、メディア、エンターテインメント、航空工学、国家安全保障など広範な分野をカバーする。1946年、ドイツ・シュトットガルトの強制収容所から難民キャンプに移送された、ハンガリー系ユダヤ人のベンジャミン・シュワルツとクララの子として生まれる。ノルウェーに移住し、ピーターが5歳になるまで同地で暮らす。 この時点で一家で米国に移住し、ニュージャージー州コムデンに新居を構える。ピーターは同地で学校教育を受ける。国家厚労奨学金を得て、北米最古の名門工科大学、レンセラー工科大学の全学小学生として学ぶ。1968年、同大学航空力学科を卒業。2008年、レンセラー工科大学から、 名誉博士号を授与される。1968年、フューチャリストのウィルス・ハーマンや社会学者、アーノルド・ミッチェルが所属した SRI ・インターナショナルで職を得る。独自のシナリオ・プランニング手法を開発し、戦略環境センターの所長に就任。1982年、ハーマン・カーンの手法の企業への応用を行い、ピエールは区直感的論理派の父と呼ばれるピエール。 ワックの公認として、石油会社ロイヤルダッチシェルの戦略プランニングチームのリーダーに就任。そこで、アリーダ・グース、キース・バンデル・ハイデンらとシナリオプランニングを通じて、ソ連の崩壊の可能性を早い段階で築き、シェルのリスク回避に貢献した。1987-1988年ロンドン、証券研究所の未来プロジェクトのリーダーを務める。 グローバルビジネスネットワーク設立から崩壊まで1987年、スチュアートブランド、ジェームズ・オグルビー、ネイピア・コリンズと共に NGO や政府機関向けコンサルティング会社グローバルビジネスネットワーク社を設立。GBN の社長、会長を歴任。グローバルビジネスネットワークは2001年にモニターグループに買収されたが、GBN は有名な組織として活動を続けた。 しかし、2013年、モニターグループが、デロイト投資当末に買収されたことに伴い、GBN は閉鎖された。ちなみに、シュワルツは2011年に GBN を去っている。活動内容設立創造、世界的な大企業が GB、GBN の AT&T、ベルサウス、国際株式取引所などが、GBN を在来型のコンサル会社として利用した。 GBN は企業に閉鎖系のコンサル会社ではなく、開放系の情報収集、提供組織というビジネスモデルを求めていた。会員企業が、自らが他の会員企業と、おののの洞察や知識をやり取りする場を提供する、組織になろうと欲していた。世界経済のシナリオなどのシナリオ作成が主要な、活動としたが、需要問題に関する会議を、世界各地で開催。 会員はネットで結ばれ様々なテーマについてネット会議で話し合った。会員にはプライベート調査レポート、シナリオ集、GBN ブッククラブなどが送付される。また、コンサルティング、シナリオ作成、好みに合わせた学習機会などにアクセスできる。GBN のネットワークにはビジネス組織に関する様々な分野の戦略家、指揮者と同様に 文化人類学、科学、生物学、音楽など様々な分野の専門家が含まれている。それによって、会員をドライビングフォースや不確実性を乱すのに役立て、未来についての代替的シナリオにまとめ上げることが可能になる。シュワルツの開発したシナリオプランニングは、ランド研究所が開発したデリファイ法のように一つの予測に修練させるのではなく、 複数の起こりうる未来複数のシナリオを作成することをその特徴とする。シュワルツは未来を形成する力を発見するの役立つ情報が集まるように GBN をデザインした。これもシュワルツの手法の特徴の一つである。これは未来を見つけたければ従来の情報源に頼っていてはいけないというピエール・ワックの考えを踏襲したものだ。 社会の変化を生み出す、大きな力となる、科学技術、社会認識を変えるような出来事、民衆の感情を捉えた音楽、やがて主流になる可能性を秘めた、非主流派などの変化の鼓動を肌で感じている、指揮者をネットワークしていった。焦点となる、問題焦点となる問題、または、決定を下すべき問題を明確にする、キーファクターローカルな環境における、 キーファクターを明らかにするドライビングフォースマクロ環境におけるドライビングフォースを明らかにする重要な不確実性キーファクターとドライビングフォースを重要性と不確実性で分類するシナリオロジックシナリオロジックを選ぶ複数のシナリオ複数のシナリオに肉付けする意味シナリオの意味を考える先行指標先行指標と同票を選ぶ以上のプロセスでシナリオを作成するなお 出来上がった複数のシナリオの中から起こる確率の高いものを一つを選んで公式なシナリオにしてはならない。作成された複数のシナリオは戦略的対話を生み出すための構成要素として利用される。ドライビングホースとは決定の製品に影響を与える重要な要因を左右するマクロ環境の推進力のことを指している。まず、社会、経済、政治、 自然環境、技術力のチェックリストを作成する。ついで、人工動態のような規定の要素、不確実性の高い要素、予測不可能な要素などを加味して、ドライビングフォースを見出す。21世紀の組織のシナリオ、4つの最もらしい、展望、コミュニティと、家族、企業バーチャル国家、部族、自作自演、タフな世界のネットワーク。シュワルツは、未来に関して、 様々な領域、分野、業界について論じ、様々な報告書や雑誌の記事を書いている。著書の中でも、シナリオプランニングの技法は特に有名で、プロフューチャリスト教会から未来に関する卓越した書籍に選ば、また数多くのビジネススクールでテキストに採用されている。酒がたい驚きの中で、今日の世界で働いている様々な力が、 どのように世界に影響し続けるかを明らかにする。彼はまたグローバル経済の未来に関するロングブームを論じた。中国の未来では中国には異なる複数の異なり未来のビジョンがあり得ると述べた。なお、パラダイムシフトは SRI インターナショナル在籍当時書いた複数のレポートをドナルド・クラークが編集したものを訳出したもので様々な学問分野や社会、 文化の中で姿を表しつつあるパラダイムや社会の中の価値観とライフスタイルの類型をもとに社会集団における変化を分析して将来どのように米国社会化の変化する様子を検討し4つの未来シナリオを示した。法訳ピーター・シュワルツ著、田尾本和夫、池田慶博役。 シナリオプランニングの技法 i s b n 九百七十八から四十四億九千二百五十三万八百八十七。コンサルタントとしてマイノリティリポートディープインパクトスニーカーズウォーゲームといった映画作品作りに参画した四十イヤーツオップシェルシネリオス二千二シェルハットピーターシュワルツ ウィキペディア・イン・イングリッシュ派と・ハットコメンスメント・アンランズ・アンウンスト・アーノルド・ミッチェルタパラダイム・シフト・ピーター・シュワルツシナリオ・プランニングの技法派89から98ページジル・リンドシナリオ・プランニングマネージング・フォー・ザ・フューチャージョン・ウィリー・アンド・サインズ1990派ピーター・シュワルツシナリオ・プランニングの技法7から8ページ72から73ページピーター・シュワルツ クシナリオプランニングの技法237から245ページ。ピーター・シュワルツ。クシナリオプランニングの技法225から235ページ。ピーター・シュワルツ。シナリオプランニングの技法238から239 23ページ。ジルリー・ウンド。シナリオプランニング。マネージング。オーザ・フューチャー。ページ373から 378. ジョン・ウィリー・アンド・サンズ。 1998 ISBN 0から471から 99790X アーノルド・ミッチェルタパラダイムシフトありがとうございます